島ハイエナは、ハイエナ科、島ハイエナ属に分類されるハイエナ。本種のみで、島ハイエナ属を形成する。島ハイエナ属は、ハイエナ科の模式属。特定動物。原生のハイエナ科の構成種では唯一、ユーラシア大陸にも分布する。アゼルバイジャン、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルメニア、イエメン、イスラエル、イラク、イラン。 インド、ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、エリトリア、オマーン、カメルーン、ギニア、クウェート、グルジア、ケニア、サウジアラビア、ジブチ、シリア、スーダン、セネガル、ソマリア、タジキスタン、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、ネパール、パキスタン、ブルキナファソ、マリ共和国、モーリタニア、ヨルダン、リビア、レバノン、 西サハラアルジェリア、チュニジア、モロッコ体長100から120センチメートル。お長二25から50センチメートル。体重25から55キログラム。全身は白や炭鉱色の体毛で覆われ、黒い横縞が生える。背面に暗色の長い縦髪が生える。外耳は大きく先端は尖る。乳首の数は6。イラスト草原等に生息する。通常は、 群れは形成せず、単独で生活する。夜行性で、昼間は岩の隙間等で休む。広い縄張りを持ち、その中を徘徊しながら獲物を探す。危険を感じると、全身の毛を逆立て体を大きく見せることで威嚇をする。食生は動物食の強い雑食で、動物の死骸や昆虫類、甲殻類、魚類、小型爬虫類、鳥類やその卵、 果実等を食べる。成獣は血縁関係のある幼獣に食物を運ぶ。繁殖形態は体制で1回に2から4頭の幼獣を生む。妊娠期間は約84日。授乳期間は12ヶ月ほど。獲物が少ない場合は家畜を襲うこともある。開発による生息地の減少や害獣としての駆除等により生息数は減少している。 ありがとうございます。